一巻ドリームプレイヤーズゲーム、日本、韓国、22日、エスコンフィールド。オリックスで活躍した投手、小松聡、42、がまさかの4連続四球で思わず苦笑いで降板した。1対1の2回から2番手でマウンドへ。しかし、久しぶりのマウンドで制球に苦しんだ様子。6番ボクスズから3連続四球を与えると、ブルペンで準備していた元ソフトバンクの摂津、森福が、準備できているとばかりにベンチへ、OK、サインを出した。観客から大きな拍手でエールを送られた小松だったが、4人目のパク昇降にも3連続ボール。4球目でストライクが入ると、再び大きな拍手が送られた。結局4連続四球となり、勝ち越しの1点を与え、森福にバトンタッチ。苦笑いでベンチに帰ったが、温かくねぎらわれていた。